今日は前線や気圧の谷の影響で県内各地で雨が降っています。また昨日から気温も下がり、日中の予想最高気温は福島で9度、いわき市小名浜で10度など、今日も各地で3月初旬から中旬並みの気温となりそうです。 JR いわき駅前では傘を差したり厚手の服を着たりしている人の姿が見られました。今日寒いですね。すごい昨日からすごい雨降って寒いので、こういうジャケットとかは着て遊ばせるようにしています。気象台によりますと、この雨は明日の朝まで降る見込みで、浜通りでは高波にも注意するよう呼びかけています。